ザクスピード891は、ザクスピードが1989年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ヤマハ発動機が開発した自然吸気エンジンを搭載した。891は、最初でかつ唯一の他社製エンジンを搭載した、ザクスピードの F1 マシンであった。891は、失敗作であり、予選通過は2回、完走はできなかった。 ザックスピードは F1 発参戦以来、自製のターボエンジンで参戦していたが、レギュレーションにより、自然吸気エンジンの使用が強制された。このシーズンは初めて外部メーカーが開発したエンジンを使用した。ヤマハとの提携は1988年秋に成立した。主に財政的な理由のため、チームマネージャーのエリック・ザコースキーは、 コスワース DFR ではなく、無償のヤマハエンジンを1989年シーズンに向けて選択した。一方のヤマハ発動機は、小規模の F1 チームとの提携を希望していた。ヤマハは1980年代に F2 や f 3 0 0エンジンを供給し成功していたが、F1 での経験はなかった。小規模チームとの提携は、過大な期待を集めることなく、 エンジン開発の経験を積むことができると考えられた。ヤマハとザクスピードの組み合わせは1983年のホンダとスピリットレーシングの関係によく似ていた。891はグスタフ・ブルナーによって設計された。完全な新設計で以前のターボマシンとの類似性はごくわずかであった。その代わりにブルナーが前年設計した成功作、 リアルレーシングのリアルアーク1を参考にしていた。ザックスピード891は細身のテール部と低いサイドボックスを持つコンパクトな車であった。傾斜したエンジンカバーと統合されたエアインテークを装備しており、サスペンションは体格上に構成されていた。891は4台が作成された。開幕戦ブラジル GP には スペアカーが間に合わなかったが、第2 0 0 3割の GP で3台目のマシンが持ち込まれ、1号車はスペアカーとなった。第1 2戦イタリア GP までに4台目のシャシーが完成した。エンジンも新設計のヤマハオックス88が搭載された。オックス88は V 型8気筒の自然吸気でコンパクトなエンジンであった。エンジンブロックは全長56センチメートル。 全幅 57cm であり、バンク角は75度であった。シリンダーヘッドに5バルブを装着し、1つのタイミングベルトでバルブタイミング並びに油圧と水ポンプを動作させた。OX88 は多くの欠点を持っていた。出力は580馬力であったが、これは1989年シーズンに使用されたエンジンの中で最小の出力であった。 オックス88はまた未熟で信頼性が低く、ヤマハの技術者は比較的高度な技術に圧倒された。長い初期ベルトの不具合や負荷の変化による脆弱性は多くの場合エンジンの故障につながった。ザックスピードはシーズン前に新車で一連のテストを行った。1989年2月から3月にはエンジンでは多くの問題が発生した。 開幕戦直前のリオデジャネイロにおけるテストでは、エンジンに8回のトラブルが生じ、数キロメートルしか走行できなかった。前年の成績により、1989年のザックスピードは予備予選への出走を課された。ドライバーは、フル参戦2年目のベルント・シュナイダーとフル参戦初年度の鈴木アングリだったが、両者ともマジンの競争力に苦しめられた。 全16戦の内シュナイダーがブラジル GP と日本 GP の2戦で決勝に進出したほかはべて予備予選不通過となった。また、決勝に進出した2レースはいずれもリタイアに終わった。ザックスピードは1990年1月にポールリカールで修正型の891でテストを行った。しかしながら、新シーズンの前に F1 から撤退した。 ヤマハオックス88は再利用されなかった。ヤマハは1990年シーズンへの参加を取りやめたが、1991年には新設計の12気筒エンジン、オックス99をブラバムに供給した。スタッツ F1 ザックスピード 891statsf1.com2010 年8月23日閲覧。ヤマハは百八十四年以来。 エンジンビルダーとして、レースシーンに登場していた。2.0リッター6気筒のヤマハオックス66を、全日本 F2 選手権に供給し、コスワースと共に開発した3.0リッター8気筒のヤマハオックス77を全日本 F3000 選手権に供給した。AB マナード S602AB オートモーターウントスポーツヘフト211988 S312 S ホッジズ電話ガンホニエーゼットナーハ1945 S271 シマロスティダスヤーフンダーットデレンスポーツ S407 AB オートモーターウントスポーツヘフト22 1989 S313 コスワース DFR エンジンとジャット EV は610馬力を発揮し マクラーレンチームのホンダ RA109E はすでに670馬力を達成していた。VGL バーシクトバイシマロスティダスヤーフンダートでレンスポーツ S407 モータースポーツオクチエル、ヘフト13 1989 S4 モータースポーツオクチエル、ヘフト7 1990 S14 ありがとうございます。